人間は怒ってる時は絶対に老化物質が出るんだよ、絶対に。だから怒ってる時に絶対やらなきゃいけないことってあるんだよ、うん、大王、はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。大王といえば、モノ世界のパイオニアじゃないですか、うん。パイオニアはあの方でしょう。カリニン・キングソンが一番最初に言ったんだろうね。なんかそんな感じしますよね。うん、はい。僕も買ったもん、あの本。あ、だってガラクタ捨てれば何が見えるんだっけ。自分が見えるみたいな。ああ、そうだよね。はい、うん、まああの方が元祖。はい、元祖ですよね。日本人だと名前忘れちゃった、あの山下鈴木園子さん。顔白い人だ。顔白い人です。鈴木園子は。そうですそうです。顔白い人。うん、鈴木園子さんね。はい、そうですそうです、うん。結構衝撃的でした。うん、確かにあの、うん、物捨てっていうか顔の色を全部奪った。うん、はい。白に。あの鈴木園子さんってね、はい、はい、教えてください。あのすごい独特な髪型されてたじゃない。あ、確かにそうですね。あのなんか こういう髪型されてたんだけど、はいはいはい、されてました、されてました。みんな、あ、なぜあの髪型してるのか知らないんだよね、はい、あの方はもう究極の健康オタクでしょ。あの髪型じゃないといけないんだよね。え、あの方はあることを隠すためにあの髪型なんだよね。いや、これは、はい、僕思うけど、はい、体調悪い人はやった方がいいんじゃないのかな。この眉間にね、はいはい、シワがある人いるんだよ。はいはい、います。人間ってすごく面白いね、はい、生き物でね、はい、ここに人間はシワができた瞬間に、はい、老化物質が出るって決まってるんだよ。ふう、そうなんすね、うん、え、めっちゃすごいっすね、うん、ってことはここにシワない人って若いんすね。あの若いというか、なんかあんまり怒ってないんじゃないの、はい、あのここにもう常に寄っちゃってる人いるじゃないですか、うん、ああいう人はもう常に老化物質が出てる。出ちゃってるね。あ、そうなんですね。だから結局園子さん何やってたかっていうと、はい、ここシワが寄らないのセルテープあったんだよ。え、だからあの髪型でちょうどセルテープが見えなくなってる。あ、そうなんです、うん、だからもうここに絶対にシワを寄せないようにしてたんだよ、はい、セロテープで。え、そうなんですか、うん、いや、セロテープ以外にももっと体にいいやつあったでしょうに。いや、だからここにシワ寄せた瞬間に老化物質が出てしまうんだな、はい、なるほど、うん、そうなんですね、うん、あ、人間は怒ってる時は絶対に老化物質が出るんだよ、絶対に。だから怒ってる時に絶対やらなきゃいけないことってあるんだよ、うん、あのね、ここのとこにね、ツボがあってさ、はい、ここ押すと痛いとこあるんだよ。痛気もとこあるんだよ。 ありますあるでしょ。だからジャニーさんもこれから怒る時は、てめえふざけんなよなってすっ込んでろ。そう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 、あ、そうなんだ。痛気持ちいいところありますよ。ここでこれで止まってる。え、老化物質が止まってる。それをしていただければ、あの老化物質が出ない。え、だよ、老化物質ってかなり危険なんですよ。だってどんどん劣化していくじゃない。あ、見た目もそうですし、そうそうね、もしかしたら内臓とか。だってそれダメージが来るの、全てのところにダメージが。なぜ腰が痛くなるとかさ、なぜ膝が痛くなるとか、はい、あることをしてるからそうなるんだよ。我慢してると腰が痛くなるとか言うじゃん。いや、だからね、はい、もう腰痛と偏頭痛ってさ、病院行っても治んないんだよね、はい。あ、そうなんですね。腰痛と偏頭痛ってさ、もう病名すらないしね、はい、偏頭痛ももしかしてなんか原因なんですよ。もちろんそうだよ。もちろんそれは電磁波もあるしさ、はい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 、あとお墓参り行ってないとかさ、病院行ってもわからないっていう病気いっぱいあるんだよ。いっぱいありますね、うん、だ、先生ここが痛いんで、はい、あそこが痛いんですって精密検査を受けても別に何も異常ありませんっていうパターンがあるんだよ、うん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 、だからこういう時はもしかしたらそういった霊的なものがあるかもしれないよね。わかんないけどね。うそうですね、うん、だからもうそういう時はもうお墓参りだよ。お墓参り行ってますかってことだよね、はい。ああ、そうなんですね、うん、お墓参りもそうですし、お墓参りはまあ行ったらどうにかなるじゃないですか、うん、でも我慢とかって、うん、なんか自分で気づかずにやってることありますもんね。そうだね、うん、でそれが腰に繋がってるなんて誰も思いもしないんですよ、うん、はい、だからもうなんか王様の耳はロバの耳だよね。どういうことですか。いや、だからなんかそれ、はい、溜まってるわけだよ、怒りが。なるほど、吐き出さないと、どっかで、はいはいはい、そうですね、そうですね、どっかで吐き出さないと。そうですね、そうですね、うん、僕それはやっぱりスポーツだと思うけどね。お、汗をかく、ね、やっぱね、汗をかくっていうのはね、最高だよ、はい、あ、そうなんですよ、うん、僕なんかもうほんと最近はもう週3ぐらいでサウナ行ってるもんね、はい、あ、週3で大をサウナ行かれてる。サウナ行くね、もう大好きだよ。サウナ大好き。最近またさらにこうサウナ熱が、は
はいはい、あ自分の家の近くでね、はい、お気に入り見つけちゃったんだよ。うちの周りはもうほんとサウナがいっぱいあるんだよ。なんか知らないけど。なんなんすか大王、あのね、サウナ天国、コンビニよりサウナあるんだよ。コンビニよりサウナあるんすね。ほんとなんでこんなサウナあるんだろうっていうぐらいサウナがある。衝撃的ですねそれ、うん、どこ見てもサウナ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 。そうなんですね、うん、うちの周りほんと10カ所ぐらいあるよサウナ。10カ所もあるんすね、うん、だからそんな中で、はい、全部行き倒して、はい、あの自分家の行ける範囲のとこで、はい、本当にいいとこ見つけたの。もう最高だな、もう、あ、もう、こ、もうここだけずっと通おうっていう。あ、そうなんですね、うん、だからもうそこは本当になんか生き返るね。あ、本当ですか、うん、汗かいて、うん、で、あのね、サウナの汗とスポーツの汗は違うんだ全く。え、そうなんですか。違う、何が違う、何が違う、どう違う。でも汗の種類が違う。そうなん、全然違うと思う。へえ、なんかどっちがいいとかじゃなくて両方やるといい。あ、両方いい、本当に両方いい。あ、そうなんですね、うん、そうすると、あのね、はい、邪気は汗とともに出ていくから。あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあけ、こう最近しばらく汗かいてないわっていう人は、うんうん、サウナ行って、サウナ、サウナ行ってください。あ、そうなんですね、うん、邪気流しに行った方がいいですね。最近はね、ほんとサウナブームでね、はい、はいはいはい、この近くにね、はい、プライベートサウナできたよ。プライベートサウナって何なんですか。うん、プライベートサウナ、プライベートサウナ、あ、お一人様サウナ、お一人様、え、一人サウナ、一人サウナ、カラオケボックスみたいな。あ、カラオケボックスじゃないな、電話ボックスみたいな感じになってる。いや、電話ボックスじゃないけど一応まあ部屋があって、はいはい、まあ僕行ったけど、はい、まあちょっともう行かないかなっていう感じだね。あ、そうなんですね、うん、やっぱ一人用サウナだから小さいからパワーが小さいんだな、はい、あ、なるほど。で、一回自分が出入りしちゃうと温度が一気に下がって元に戻るのちょっと時間かかるのと、はい、湯船がないから水風呂はあるんだけど、はい、はい、うん、あ、そうなんですね、うん、湯船にもしっかり使って。そうだね、あ、まあ僕の場合はもう本当サウナ、はい、水風呂、サウナ、水風呂、サウナ、水風呂だから、もう最高だね。そうなんですね、もう本当に最高。サウナ苦手な人も結構いるんだよ。はい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 。ジェニーさんサウナ行く？行きます。あ、行きますけど、あえて行かないです。友達と同じサウナついてる宿に行った時に入るぐらいですね。で、僕はもうサウナをね、本当にここ 2,3 ヶ月ずっと研究してんだけど。研究してるんですね。研究した結果、はいはい、ずっと夜行ってたのサウナ、寝る前に、はい、寝る前に行ってたんだけど、はい、やっぱりね、サウナはね、午前中がいいね。は、なんでですか。その日一日めっちゃ元気。あ、そうなんですね、うん、そうなんですね、うん、朝それサウナかましておくとその日一日元気、フルスロットルでいける。あ、そうなんですね、いける。これは知らない人多いっす、うん、特にこのチャンネルご覧の皆様はサウナあんま行ってない人も多いと思うので、うん、やっぱね、サウナの後水風呂入んないと意味がないんだよ。あ、セット、絶対にセット、絶対セット、絶対セット。あ、そうなんですね、うん、サウナ水風呂、サウナ水風呂、サウナ水風呂、もうセットだね。僕の場合もう最低絶対3セットは、時間ある時は5セットぐらいいくから、うん、あ、そうなんですね。もうサウナキャップまで買っちゃったもん。ちょっと待ってください、サウナキャップの意味がわからないです。何なんですか、サウナ入る時に被る帽子があるんだよ。え、サウナ入る時に帽子があるの。あ、そうなんですね、うん、それも買っちゃったもん。それどういう機能を持ってるんですか。お、頭を守るんだよ。え、頭を守るの。そうなんですか、うん、はい、でもあれ被ると、はい、滞在時間が2分ぐらい伸びるな。あ、なるほど、暑さの限界の時間が2分ぐらい伸びる、うん、あ、そうなんですね。いや、もうぜひね、朝サウナ、はい、まあ体質にもよるかもしれないけど、まあ 僕の体質はやっぱり午前中サウナ入ると本当、はい、うん、もう本当元気だな。あ、そうなんですね。ずっと寝る前に言ってたんだけど、はい、うん、本当ね、自律神経が乱れてる人は本当に多いから、あ、自律神経を整えるためには、ね、やっぱりこのサウナ水風呂、うん、サウナ水風呂っていうのはこの、副交感神経と交感神経のスイッチングがうまくいくようになるんだよね、うん、ほとんどの人がこのスイッチングがうまくいってないから夜寝れなかったり不眠症だったりとか、はい、そういう人すごく多いんだよ、はいはい、そうですね、うん、だからこの副交感神経と交感神経のスイッチングがうまくいくようになると、はい、本当に体調良くなるんだよね。なるほど、そうなんですね、うん、だからあの原因不明の病気がある抱えてらっしゃる方とかは、うん、サウナ行ってみたらいいかもしれないですね。いや、まあその体質もあるしね、ちょっと何とも言えないけど、はいはいはい、うん、でも最近の大王のブーム的にはサウナ、前ブーム、まあ前からブームだけど、最近またさらにこれ朝行くようになってから、はい、本当体調いいなと思って。あ、本当ですか。うん、あ、めっちゃいいですね。まあその人によって違うと思うから、時間帯自分の中でね、はい、まあ、体内時計ってあると思うから、はい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 、試してみたらいいんじゃないの、朝昼晩夜中どれが合うのか。そうですね、そうですね、うん、うわ、ぜひですね、あのサウナ、あのチャレンジして、大王と同じようにですね、アンチエイジング、さらにですね、肌ツルツル生活を手に入れてほしいと思います。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。
チャンネル登録はここ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 楽しい。